悪のプログラムを模倣しているなんて。ソナラの内部構造は実際に入ってみないとわからないものだね。跳ね返されてる。ソナラが我らを拒んでるのか。脅迫者。文句。憎い。パスカル。世界。総理よ。憎い。脅迫者。はあ、やっと目が覚めたか。投げ出されなくてよかったよ。けど、どうして我らだけソノラから追い出されたんだ？もしかすると、あのパスカルと関係があるのかもしれない。とにかく、今は総理を探そう。ごめん、玉投げ大会しててうっかり君の家の扉にぶつけちゃったんだ。投げたのは僕なんだ、リーダーのせいじゃない。いやいや、責めるなら僕を。大丈夫。はあ、いい人でよかった。助かったよ。絶対怒られると思ったから。僕はパスカル、こっちはモディで、こっちはライアンだ。君は？総理よ。総理よって、あの総理円おばさんとこの子だ。え、じゃあ君があの天才児？すご、本物だ。成績は1位以外取ったことないって聞いたけど、本当なの？うん。すご、じゃあ1週間で全学年分のカリキュラムを全部勉強し終わったのも本当？うん。すご、研究員で100年間未解決だった難題も解いちゃったんでしょ？え、そんな噂まであるの？うわ、リーダー落ち着けって、怖がられてるぞ。アイドルに会った時の僕の姉ちゃんみたいだな、リーダー。うるさい。ごめん、興奮しすぎちゃった。そうだ、一緒に酔いづき会の遊びに行かない？僕も行っていいの？いいに決まってるでしょ。君がリーダーでもいいよ。リーダー？つまり一番偉い人。まあいいや、とにかく君と一緒に遊びたいってこと。僕は、ごめんね。パパが帰ってくるのを待たないと。パパ？でも先月の新聞で、あの大発明家は失踪したって。ライアン。じゃあ僕らは先に行くね。気が変わったら僕らのところへおいで。君はどうなのかわからないけど、僕は一人だと寂しいから、おしゃべりしたり遊びたいときはいつでも大歓迎だよ。うん。
こいつの子供の頃の記憶みたいだ。ソノラの周波数も影響を受けてるのか？きっと彼だけじゃない。待って、ここから次に進めるみたいだな。行ってみようぜ。おいおい、今度はなんだ？祈願所？でも今年のデザインじゃない。さっきの部屋みたいにトリガーでもあんのか？風に飛ばされた願いを見てみよう。心の叫び声、息子への思い、ヒーローへの憧れ、どれもかつて私が助けた人たちの願い。ここにも2枚ある。この方法で合ってたのか。お前って時々すごく冴えてるよな。